皆さん、マリオメーカー2の時間がやってまいりました。イエイ。楽しみなのかな。エラーになっちゃった。正直ここまでは俺のスイッチ回線が悪いのかなーって思ってました。長い。なんでいつまで経って始まんないの？壊れた？なんでなんでなんで？俺マリオ走ってるだけじゃねえか。しばらくお待ちくださいって。なんで俺のスイッチで行けなくなっちゃったの？悲しい。悲しすぎる。どうして？エラーになっちゃってる。待って。マジでできない。マジでできないんだけど。実は、こんな出来事が、俺以外にも、他の人にも起きていました。ねえ、ねえ、ねえ、ゲームができない。俺マリオメーカーできなくなっちゃったかもしれない。なんか、繋がんないんですけど。こんなことってある？しかもマリオメーカーだけじゃね、俺できないの。プラトゥーンできんもん。なんで？なんで？なんでなんでなんで？やばい。やばいやばい、マリオメーカーできない。なんで？ちょっと、フーフーしていいですか？懐かしいこのフーフーする作業、これどう？お願い。お願いだよ、マリオ！え？びっくりした。できたのかと思った。まさかこれでいけるか？ねえ、マリオできなーい。マリオできない。誰か助けてー。マリオできない、誰か助けてー。うーそー。今ね、調べたの。そしたら、マリオメーカーエラーが起きて遊べない人、僕以外にたくさんいました。もしかしたらサバ落ち？久々やろうとした。朝やろうとしたらさ、できなくて、もう、ショック。本当にショック。本当にショック。やっとね、やっとこそマリオできると思って。起動したのに。買い物できない。壊れたわけじゃないみたい。これ今みんなも、多分、マリオメーカーできないと思うので、この動画は、出します。この動画出して、ちょっと待っとこう。治るまで待っとこう。治ったらやる。うん。どうしよう。ちなみに30分ぐらい前からできないらしい。うちの子、めちゃくちゃ喧嘩腰だから、殴ってんじゃん、ほら。めっちゃパンチしてるよ。ああ。